はいどうも、黒ひげです。はい、本日の動画はボン今年の UMB 奈良代表候補の花鳥風月くん主催ライブに参加することが決まりましたということでね。はい、一応ね MC バトルとかをね、結構解説じゃないんですけど、まあ、MC バトルのねことをメインで、まあ、発信するチャンネルになりましたので、まあ一応ねちょっとバトル兼まあライブで、まあライブでもね奈良の現場で結構活躍してる花鳥風月くんですねの、主催のライブに一応僕参加することが決まりまして、1月27日ですね、奈良の方に向かわせていただきたいと思います。まあ花鳥風月くんって言ったらね、多分このチャンネル見てる人知ってる人結構いるかどうかわかんないけど、まあでも絶対注目した方がいいラッパーですね。まあそのこともねちょっと話をしたいなと思います。ちなみにですね、場所と日時の方を、紹介したいと思います。ボン、はい、ハオスルガ町って、まあ、呼べばいいんですかね。はい。の、1月27日の16時から22時で、イベントが開催されます。はい。出るメンバーが一応このような形になっております。はい。ですね、僕一応知ってるのが、タイトくんとかはね、まあ僕、ツイキャスやった時に一応ツイキャスのラップ過程でね、なんだかんだ言って知ってるんで、タイトくんだったりとか、あとはその MC ヨハネスくんも、はい、名前は聞いたことありますね。で、あとは課長くんですね。はい。まあもちろんね、こういったね、もう本当に奈良とか三重のメンバーと一緒にこうライブをさせていただくってことはもうすごい嬉しいんでね。まあ僕もね、まあある意味で言えば、この中で言えば神奈川代表としてね、まあ UMB だけじゃないですから。ね、他県に行って、まあ僕は神奈川の MC、僕だけだったら神奈川代表の MC として、あくまでも、まあステージに参加させていただくんで、まあ、UMB を取るからとか、どこどこ取るからとかじゃなくて、ね、神奈川人が僕一人なんだったら、ここは神奈川代表として、このイベントに参加させていただくっていう気持ちでね、まあ、ライブの方をさせていただきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっと先取りになるんで、またこういう動画出すんですけど、ね、一応ね、皆さんね、奈良の、シーンって言ったらどんな人がいるのかっていうね、ことをまあ紹介したいなと思うし、まあ今年のその UMB と KOK の奈良予選が開催されるんだったら、まあ優勝候補になる MC を5名、紹介したいなと思います。ボン。はい。まあ去年はね、UMB と KOK 両方取ったなじみさんですよね。はい。なじみさんがまあ間違いなく筆頭候補なんじゃないかなと思いますね。はい。で、それに続くのが花鳥風月くん、カイザーくん、マーシーくん。ちょっとマーシーくんのね、X が消えてたんで、まあ今現在活動してるのか、ちょっと休憩中なのかっていうことが不明なんですけど、ちなみに僕インスタグラムやってないんで、ちょっとそういう意味で分かんなかったんですけど、まあ、ね、マーシーくん。そして西さんですね。まあ西さんは奈良のラッパーではないんですけど、確か大阪なんですけど、大阪だったのかな？確か大阪だったと思いますね。ただまあパンチラインっていうね、イベントを開いててね。まあ本当自分でも MC バトルの主催とかをしてる人なんで、まあそういった意味でこの5人が、まあ僕の中ではすごい有力なのかなと思います。はい。まあ、なじみさんに関してはまあ、とりあえずね、言うことなしですよね。もう今、本当に奈良のドンなんじゃないかなと思います。はい。もう間違いないですよね。で、花鳥風月くんはね、実を言うと、まあもちろん奈良去年はね、ベスト8でなじみさんに負けてしまったんですけど、ベスト16でカイザーくんを破ってるんですよ。で、その前の年でベスト4でカイザーくんに負けてしまったんですけど、それ以外にもね、花鳥風月くん、実際と富山の予選で、決勝まで行ってるんですよね。まあ、これ知ってる人どれだけいるかわかんないんですけど、エボルくんが富山の、初めてのチャンピオン、2018年かな ?2018 年に、エボルくんが富山予選チャンピオンになったんですけど、その時の決勝の相手が花鳥風月くんだったんですよ。で、まあこれはね、いろんな意見があって、まあ多分、その、富山っていう地で、まあバトルをしたからこそ、まあもちろんその、ね、地元のちょっとそのバイアスって言い方変なんですけど、まあもちろんその、地元のね、ラッパーをやっぱ押していきたいっていう気持ちはやっぱみんな強いですからね。だからまあ、そういう意味で五分五分の戦いだったんだけど、そういう意味で、まあエボロ君が、まあ一歩リードしたのかなっていう風な見解だったんですけど、まあ花鳥くんが代表を取っても全然おかしくないぐらいのバースを入ってましたね。はい。だからまあそういう意味でね、花鳥風月くんは、まあ僕、その2018年の UMB の、富山予選で
僕課長くんのこと初めて知って、でその後にジョーカーハウスっていうツイキャスで、まあ、ジョーカーハウスっていうのやってて、僕実は言ってそこの審査員をやったんですよ。でそこの審査員をずっとやってて、でその時にあの実際にその課長風月くんが、まあ、隠れレジデンスモンスターとして、一応出てて、まあもう課長くんめちゃくちゃ強かったですからね、その時から。まあ実際にあるのは、三重予選の絶対王者の風和くんのね、前面で。まあ風和くん曰く、俺は課長とやったらもうほんと五分五分だと。だあの三重の、ね、もう絶対王者の風和くんが、まあ俺と課長は五分五分の実力だっていうぐらいの、まあ実力者なんで。だからまあそういう意味でもね、まあ課長くんがワンチャン俺は今年奈良予選を取るんじゃないかなと思ってるんですよね。だからまあ課長くんが今回優勝してくれたら奈良予選で、ね、まあ僕としては、そのチャンピオンの、課長くんのライブ一発目に出たということでね、僕自身もね本当に嬉しいですからね、まあ、本当に応援してます。でカイザーくんもそうですね。カイザーくんはね結構東京だったりとか、まあ、去年は神奈川の KOK でも会いましたし、割と結構ね現場で会うことが多いんですよ、カイザーくんは。でカイザーくんはねもう人としてね本当に素晴らしい人なんで、まあ、僕はカイザーくんのことも応援して、だから奈良って結構好きな MC 多いんですよね、なんだかんだ言って。あとこの中に入ってないですけど、マーシャルさんもそうですね、優勝候補ですね。はい、2018の奈良予選のチャンピオンのマーシャルさんも一応優勝候補です。ちょっと言いたかったんですけど、で、まあ、マーシー君の活動がねちょっと見えてないんで何とも言えないんですけど、マーシー君こそ前回挙げた今後 MC バトルの業界で、まあ、リズムキープをしながら自分の言いたいことを言う MC が強くなってくんじゃないかっていう、その代表的なラッパーなんで、マーシー君は。だからね、うまいんすよ。マジでうまいんすよ。マーシー君のラップは、本当に。みんなね、ぜひね、本当に聞いてもらいたいですね。めちゃくちゃラップうまいんで。で、マーシー君の多分バトルは、多分 UMB 本戦出たやつとか上がってると思うんで、まあ、それももちろんそうですし、あと予選の動画ですよね。予選の動画がもしあれば、見てもらいたいですね。はい。マジで本当にね、マーシー君うまいんで、もう、リズムキープの鬼ですよね。はい。で、あとは西さんですよね。まあ、西さんも唯一無二の存在ですからね。まあ、今年、ね、奈良予選、多分まあ、西さんね、毎年確か出られてると思うんで、まあ、西さんは何せ強いですからね。本当に一発一発のね、パンチが重いんですよ。はい。ワンバースごとにパンチラインが一発あるから、だから本当に強い、俺は MC だと思います。ちなみに、この奈良予選に関して言うならば、僕のこの見立て、あ、ちなみになんですけど、チェホンさんが、グッドブレスっていう名前で、KBD さんが優勝した時の奈良予選に実際出てるんですよ、チェホン君も。2019年ですかね、確か。でカイザー君が準優勝した年なんですけど、その時に、チェホン君も実際言うと奈良予選に出てます。はい。でこの奈良予選ってもうほんと KOK も UMB もそうなんですけど、ボン、はい、47都道府県でベスト10に入る激戦区なんですよ。なんでね、皆さんね、この奈良予選に関してはね、ぜひね、皆さん注目っていうか、まあ県外からもね、まあ県内の人もそうなんですけど、現場でまず見に行ってほしいですね。これ実際ね、ベスト16に上がってこなかったラッパーでもすごいかっこいいラッパー多いんですよ。神奈川だって実際今回ベスト32でソウル君に負けてしまったんですけど、ヘナン君だって実際にベスト32で負けたけど、でもちょっと前にプライド MC バトルで優勝してますからね、ヘナン君だって。だそういうUMB とか KOK みたいな地方予選って、実力者が案外結構早い段階で負けることとかも結構あるんですよ。だから、まあなんかそのベスト16からでいいやと思わず、もう奈良に、本当に奈良予選今年やるとしたら、マジで奈良の本当にそのクラブに近い人だったりとか、奈良県内の人は、ネットじゃなくてぜひ現場で見に行ってください。もうね、遠くてちょっと見に行けないっていう人は、ネットで見るしかないからしゃあないですけど、でも、近い人はマジで見に行ってほしいし、しかも MC バトルをマジ本当に楽しむための、これ一つのよ、ね、一番の楽しみ方なんですけど、近場の現場のバトルに出てるアーティストのライブを見に行ってください。で、そこでやっぱドラマとかいろんなものが見えるから、それこそね、地元の現場で頑張ってる MC がこういう気持ちで言葉を吐いてんだっていうのも、ネットで見るだけよりもやっぱそれ現場に行った方が伝わるし、だから今回のこのライブも、やっぱりその今回三重だったりとか奈良の予選で今年多分エントリーする MC たちが出てくるんで、まあ僕はもちろんね今回三重と奈良の予選は出ないですけど、でもまあ出ないけど、まあ僕は地元神奈川で、まあその前に岡山と長崎があれば、まあ長崎岡山に一応出る予定なんで、そういう意味でもね、そのバックボーンを知るいい機会にもなると思うんで、
まあ、近場の人はぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、チャンネルの方終わりたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録の方もお願いします。それでは